はい、こんにちは。今回はね、午後の紅茶の温かいレモンティーなんですね。というかね、今こんな暑い時期にも温かいの出すんじゃねえよみたいなツッコミがあると思うんですけどね。確かに店に行ってよ、明らかに場違いだろうと思ったんですね。で、まあ、場違いの季節に出してしまったもんですけど、まあ、50円という安い値段に売ってたんですね。で、そこでもうとうとうね、お店側がね、もうこらえきれなくなったんですよね。暖かいというものをまあ売りつけてきた近隣の会社にちょっとこういけないと思うんですけどね、何年が何でもあと季節風邪のものを出すなと、多分お店がそう思ったんですよね。でそれで、ですから、あ、冷たくしても美味しいですよって書いてありましたね。まあさすがにそうだろうね。今ものすごい暑さですから、こんな暑い時に暖かいのなんて出されたらね、今何の季節だと思ってんだよみたいなね。今冬なんか特に超えてるわみたいなね。まあ秋でもねえわみたいなね。まあ秋田わみたいな、そんな風になりますからね。ですからね、暖かいですね。冷たくしました。だって冷たくしても美味しいですっていうわけですからね。で、濃厚なレモン味です。ではね、飲んでみたいと思います。だ多分店側としては多分在庫として抱えきれちったのよね。自販機だとか、まあ、そういうとこなんか売ってたりで、残ったのかもしれない。の、確かに。濃厚なね。レモンの味ですよ。濃厚で、レモンの味で。結構ふわっとしてて、あったかみがあるというか、確かにこんな暑い時期になあったかみになるとか言われてもなみたいなのなるんですが、まあ確かに濃厚な味です。でそれでレモンの爽やかなのがさーっときるのね。ただ今この季節ですから、これが冬とか秋とかであったかい味だなっていうとね、ほんわかするんですけども、ほんわかしたらね、大変だよみたいなね、火がつくよみたいな、感じぐらいも暑いです。だいぶ夜中になるとね、まあ夜中になりましたね、だいぶ昼間とか朝方と比べると、温度はだいぶ低くなりましたが、まあそれでも、まあムシムシとしてますよね。そんな時に暖かいのをどうしよう。嫌がらせかいみたいなね、もうそういうふうになりますよね。だからお店の人が、怒るのも確かに納得いただけるかなという感じなんですよ。で、それでまあ暖かいと言いながらもレモンティーで、まあなんていうんですかね、こう、冷たいというかね、で冷たくしてるんだけど、なんか暖かいって書いちゃってるもんですから、やっぱりこう、ほんわかとした暖かさなんか確かに味がするんだよね。で、午後の紅茶らしくて、なんていうの、濃厚な、いつもより濃厚なレモンの味がする。で、これは非常に美味しいかもしれない。最近ほら、午後の紅茶のね、また出してきましてね、午後の紅茶のお菓子を。で、あれと一緒に食べると、良いかもしれません。ヨシさんなんかはね、リプトン派なんですよ。ヨシさんは リプトン派なんだけど、私は午後の紅茶派なんですよ。もうライバルでございますからね。ライバルでございますから、リプトンよりは私は申し訳ないけど、午後の紅茶を後押ししますみたいな感じですかね。ですから、濃厚な味わいだけども、まあ、やっぱり上品さはやっぱかなわないよ。リプトンはね、薄いんだよ、味がね。リプトンは申し訳ないんだけど、味が 薄めなの。で、これに関しては、この午後の紅茶に関しては、手は濃いめなのね。だから、濃いめの方がいいかなっていう感じ、私としてもね。ただ、濃すぎるっていう人は、まあ、薄めのリプトンの方がいいかもしれません。ただ、私は、やっぱ午後の紅茶ずっと愛用してきたから、やっぱりこの午後の紅茶のあったかい、あったかいっていうか、今の季節とあったかいって言われても、暑苦しいわってツッコミがあるんだけど、まあ、なんていうんですかね、こうさーっとした感じでレモンのギュッとしたこう果汁の甘みというか、これがバーッと広がっていいかなっていう感じですね。どうもありがとうございました。